最後にこのネギダレ、こいつを、どうもおしゃべりクソ酔っ払いです。今回はですね、僕が本気で作る締めに向けた料理、タンパク質も担い取れる水晶鶏そうめん。これがね、もうねめちゃめちゃ簡単でめちゃめちゃうまいレシピ。このやり方だけはね皆さんにぜひ覚えていただきたいと思いまして、超自信作です。安い鶏むね肉を使ったレシピです。今回楽しみながら飲めながらやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介いきたいと思います。まず鶏むね肉です。これ 100g、 3分の1枚ぐらいですね。でね、皮はね、取ってあります。ただついてても全然平気です。はい、そうめんね、手延べそうめんです。手延べそうめん、かなり冷やすとめちゃめちゃ美味しいので、安いそうめんでもまあ美味しいは美味しいんですけども、手延べそうめんの方が美味しいと思います。今回島原そうめんね。長ネギ、はい、30g ね、4分の1本ぐらいかな。で、生姜、これ 5g ぐらい。で、あと、他の材料は概要欄に書いてありますんで、チェックしてみてください。じゃあ、早速やっていきます。じゃあ、やっていきたいと思います。まずね、お野菜から。こいつはね、僕のいつも、長ネギの切り方なんですけど、こうやってやります。はい。真ん中だけやると、ばらけないんで。で、最後に、最後に、このつながったところを、やっていきます。はい。で、ここで、やっていくと、なんと華麗なみじん切りができるっていうやり方ですね。はい、はい、こんな感じですね。で、まあ、生姜もみじん切り、これね、両方ね、タレに使っていくんでね。はい、要はね、よだれ鶏じゃねえや、この水晶鶏の、まあちょっとね、感覚的に油淋鶏風のタレを使っていきます。で、まあこのね、生姜ね、チューブでも、悪くはないんですけども、やっぱりね、生の生姜を刻んでいただいた方が美味しさ的にはあると思います。飽きた方はね、ぜひやってもらいたい、あのそうめんにね。はい、こんな感じで、切り終わりました。でね、もうね、タレ作っちゃいます、ここに全部。で、ここにですね、鷹の爪、大体1本ぐらいね、1つのみぐらいですかね。はい、めんつゆ大さじ2杯、これがね、2倍濃縮とかだったらね、3倍、だから大さじ3入れてください。で、お砂糖小さじ1、はい、お酢が小さじ1半ですね。はい、これぐらいで、ごま油で、これね、混ぜておく。このタレでそうめん食うとバリうまいっすから。で、これはね、冷蔵庫で冷やしておくといいです。はい、タレできたんで、今度鶏肉ですね、そぎ切りにしたいんですよ。なんで、ちょっと真ん中で割っていただいて、こういう感じだから斜めに刃を入れる。こうすると、すごくね、箸でも持ちやすくなるし、美味しいんです、これ。こんな感じね、そぎ切り。はい、で、この感じですね。はい、そしたらここにお醤油、混ぜるのめんどくさいんですね。もうここで混ぜますね。はい、お醤油小さじ1で、お酒、お醤油味付け、お酒は臭み取り。はい、これね。で、ここに片栗粉小さじ2で、これを片栗粉をまぶすことによって、全体がですね、片栗粉でコーティングされて、非常にね、柔らかい感じになります。で、なんでまな板でやってんのかって言ったら、ボールを出して洗い物増やしたくないからです。はい、ということで、ね、あとは茹でていく。はい、じゃあやっていきます。沸騰したお湯に鶏肉から入れていきます。ポロンとで、1枚ずつね、丁寧に入れてくださいね。はい、これで、表面に片栗粉のコーティングがされておりますので、お肉が非常に柔らかくいきます。そして、これと同時にね、そうめんも茹でちゃう、同時。はい、なぜならもう面倒くさいから、味別に変わんないです。そうめんの茹で時間が1分半ぐらいですから、1分半ね、グツ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 煮てる間に鶏肉はね、もう火通っちゃいます。氷水で締めてない方が多すぎる。氷水で締めたそうめんっていうのはもう全然味が違うんだよ。はい、じゃあ1分半経ちましたんで、これはザルにあげていきます。これよーく揺すぐ、1分半茹でたら、これで鶏肉と一緒でいいですから。はい、じゃあ、氷水、これがそうめんを一番うまくするやり方です。はい、目安っていうのが、
こうやって洗うじゃないですか。洗って指が冷たくてもう限界だなっていうぐらいまで洗ってください。そうすると、この麺っていうのはすっごくプリプリになってます。そしたらこれがタレに絡めるんで、こうやってちょっと絞るんですね。お肉と一緒でいいです。絞りましょう。絞るとかなりの量の水出てきます。でさっきのタレこれで、ここにおそうめんぶち込んじゃいます。でもう和える。これ最高に美味しいそうめん、これなんです。そしたら器持っていきましょう。でそうめん全部絡みましたんで、このねこうちょっと中華だれがね絡んだねこのそうめん、ね、そうめんに飽きたら絶対やってください。最高に美味しいですから。プリップリの鶏、これがまたうまいんすよ。最後にこのネギだれ、最後に溜まってるもんがありますんで、ここに乗せてあげてください。ちょっと青ネギ、あこれはねあのもう見た目の話なんで、はい、赤ってね食欲を増す色なんで、ちょっと散りばめた方がいいです、はい、で最後にね、ラーの油です。はい、こいつを全体かけて、ほら美味しそうでしょ。これで水晶鶏そうめん完成でございます。はい、それでは食べていきます。いただきます。絶対レモンサワー合うよ。肉、意味わかんないぐらい長いですよ。プリップリ、もも肉かっていうぐらい。ネギのね、ソースがね全体に絡んでめちゃめちゃ美味しい。タレね、ちょっと調整して麺抜きでこれ作ってもうまいぐらいいいですね。鶏と麺がプリップリじゃないですか。だからね、食感のコントラストがやばいんですよ。これ最高に美味しいです。ということで、いつやチャンス。です。鶏水晶そうめん、いただきます。おー、美味しい。うまいじゃん。油淋鶏みたいって言ってたのは結構正しい、うん、正しい、うん、油淋鶏っぽいソース、めんつゆにねお酢と砂糖でかなり油淋鶏に近づく。こういう料理ありそうじゃない？ありそう、ありそうでしょ。だから龍神しては結構さっぱりしてる系。さっぱりしたものも作れます。私酒のつまみだけじゃないです。普段の料理もできます。天才、最高。皆さんいかがでしたでしょうか。今回の動画、この水晶鶏そうめんね、そうめんレシピかなり僕出してるんですけども、これだけはもう、ね、やりたかった。かなりこの水晶鶏そうめん非常におすすめのレシピになってます。皆さんぜひ